皆さんこんにちは。お肉料理のゴッドマザーまこです。今日はローストポークをドーンと焼いていきますよ。まず最初にオーブン皿にオイルをかぶせていきます。お肉の表面に切り込みを入れていきます。この作業をすることで油の表面積が大きくなって余分な油を下に落としてくれたり肉の縮みを防いだりします。はい、それでは次にステーキシーズニングを全体につけていきます。バラ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 、よいしょ。上からもバラバラバラかけていきます。このシーズニングは、フライドガーリックとかフライドオニオンとか、胡椒とか塩とか美味しいものがいっぱい入っているものです。それでは次に一緒に焼いていく野菜を準備しますね。パプリカからビニール袋の中に入れてオリーブオイルを入れていきます。野菜の表面に油をつけます。ここでさっきのシーズニングをちょっと入れてで振ります。自分が好きな野菜を入れてください。転がすようにして、それでは次に玉ねぎを入れますが、ここでまこの美味しいポイント。玉ねぎはもう皮付きのまま、ヘタもそのままついたままで切っていきます。これはビニール袋に入れて振るとバラバラになってしまうので、皿の上にオリーブオイルを出します。ここに玉ねぎをペタッペタッとつけてあげてください。ニンニクをどこかにオンと乗せておいてください。このローズマリーは上の方は柔らかいところはつまみ取って、そのまま下の方にピューッとしごいていただくと外れます。ソーセージも乗せていきましょう。ではこれからオーブンに入れますが、絶対忘れちゃいけないマコの美味しいポイント。オリーブオイルを肉をめがけてたっぷりとかけていきます。これを忘れちゃうとカリカリこんがり焼き上がらないので、絶対忘れないでくださいね。ほら、おいしそうでしょう。それではいよいよ焼いていきます。オーブンはしっかりと一番高い温度で予熱をかけてください。その後200度で10分、その後180度に落として25分間じっくり焼いてくださいね。焼き上がりました。はい、この後は余熱で中までじっくり火を通すので1時間ぐらいふんわりとオイルをかけてお休みさせてください。それから切っていきたいと思います。とてもいい感じだと思います。それではいよいよお楽しみの試食タイムです。今日はマーマレードをつけていただいてみたいと思います。柔らかくてお肉の甘みたっぷりでとってもジューシーです。たくさんの人が集まるときにぜひやってみてください。それじゃあまたね。